インドネシアから帰国した自民党の西川 TPP 対策委員長は米など重要5項目の一部について関税を撤廃するかどうか検証すると表明したことに対する党内の批判に反論しましたどんな交渉でもですね、自分たちの主張というのはどういうもんかと、これは整理をしておかないで交渉なんかなりません西川氏はさらに関税撤廃の検討について 検証するのは当たり前で過剰な反応だと指摘しましたその上でこちらがカードを切らない限り相手も切らないのだから交渉を知らない人の批判だと反論しました西川氏は今日石破幹事長と会談するほか党の会議にも出席し TPP 交渉の状況を説明します